こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。スターホースポケットプラス。ごきげんよう。私は喜多方くるみ、よろしくね。明日か。ガッチャ。サンデーサイレスガチャの10回ガチャです。残念。お、まあもう株券いっぱいになってんのか。農園で収穫できるわよ。農園も忘れるな。プレゼントが届いてるわよ。株券売ることってできたっけ。あ、売却できますね。例えばレクエドールを売ると、何かがもらえるんだったような。なんかひずめがありますね。レクレードールが本当に多い。溶けます。ちょ、これではいけないんで合成もやっときましょう。クエスト達成よ。神社にも行く。クエスト達成よ。そういえば、こちらへたくさんまた手に入れてしまいましたね。そう、カードでもガチャできるんですね。チケットはまあないけど。ちょっと聞いてよ。今週は本当はオークスとか出たかったんですけどね。そこもオークス出てるか。ではですね、戻れるまでワープかな。
504キロなんでね、ワープします。本当？おお、どうかしら。勝負根性でも S だからな。嬉しそうね。何か用？勝負根性はトップクラスと言えるわね。瞬発力はどうなんだ？そういえば、まずまずかしら。感じじゃない？札幌県出すかな、どうするか。どうしたの？気合い十分ね。まあおすすめはされてますね。これもいいですけどね。武豊以来札幌記念出してみましょう。一番人気なんですね。北斗ベガや和光近くを抑えての一番人気となりました。しかも20丸2つついてますね。さあ今回逃げになって果たして勝てるか。内枠1番ですからね。さあ札幌記念です。北の大地が熱狂する夏の大一番、秋への飛躍を誓う各馬であります。これでもしかしたら周華賞ぶつけていくかも。コースタートツインターボ師匠がいる。これはちょっと逃げられないな。一番人気の片野名鉄、8番インターライナー、それからもう一頭北斗ベガ、そしてその後ろから和光近子、それからもう一頭9番メイヒオレムダム、内を通りまして AP グランプリ、それからヤマニンフォックス、12頭が第2コーナーに向かいます。その後ろ3馬身くらいあって新たまワンダー、12番スーパープレイ、そのうちに大気ブリザード、そしてしんがりからゴールデンアイであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭はツインターボ、機嫌よく行っているのかどうか。そして一番人気の片野名鉄、なかなかいい感じ。その後ろ5馬身くらいあって8番インターライナー、12頭が第3コーナーに向かいます。そのうちからは7番北斗ベガ、4番和光近子、 AP グランプリがそのうちにいます。メイヒオレムナム外から行こうというところ、5番ヤマニンフォックス、スーパープレイ、新たまワンダーがその後ろ、その外スーッと大気ブリザードが上がっていきました。ブリザード、そしてしんがりから6番ゴールデンアイという展開。すごい大逃げだな。さあ最終コーナーを回ってツインターボ師匠、片野名鉄は2番手、このまま抜け出すか、一番内ツインターボが粘っている。完全に逃げ込まれた。粘った粘った、ツインターボ並ぶか並ぶか、和光近子、和光近子先頭に立った。最後の最後で見せた藤田の魔術、和光近子が一着。伸びきれませんね。逃げもダメだ。逃げって言っても、ツインターボがいたからな。ツインターボのペースに飲まれた感じです。何やってんのよ。怒ってますね。4番、2着、9番、3着、当番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。もう光浸透ですね。困っ
やばいなこれ。まずまずかしら。怒られてます。こっちを使う。いい感じだわ。何か用？なんか素材を無駄にしちゃいけないなこれ。知ってるかしら。さあ立て直していきましょう。あら、いいじゃない。なぜか勝負根性が上がった。まあそうか、気象を上げることを目的にしたけど勝負根性も上がるのか。これで勝負根性 SS になりましたね。嬉しそうね。何かよ。3歳にして完成ってもう伸びしろがないってことじゃないですか。思った以上に伸びしろがないのかこの馬。期待できそう。調子回復しないと。いい感じだわ。ローズステークスか今週。しかし間に合わないローズステークスは。出すけどね。何かよ。え、ああそうなんだ、成長したんだこれ、この馬。一回放牧です。506キロですね、ベスト馬体重。いやレース出ないだろ。2番人気ね。あ、出るんだ。ただいまより投票受付を開始します。2番人気、1番人気はヒシアマゾンとなります。さあ雨の中のローズステークス、ヒシアマゾン、アグネスパレード、ゴールデンジャック、ツインクルブライドあたりが有力馬か。中華賞を見据えて春の実力馬と夏の上がり馬がまずはここでぶつかります。スタート自体はいい。まずまずスタートといったところでやります。果たして何が行くのでやりましょうか。天山豊か先頭、11番片野面鉄が上がってまいりました。先頭を取った東海ビスタ、内を通りまして力丹フラッシュ、そしてその後ろからツインクルブライド、それから6番アグネスパレード、外から1頭メジロアムール、ゴールデンジャック、オーリーローマン、白い帽子にご注目ください。これが1番人気のヒシアマゾンであります。それから4番エイヒンバーモント、その外に12番メモリージャスパー。もう一度前から整理しましょう。これが先頭片野面鉄、その後ろ5馬身くらいあって東海ビスタ、天山豊か、これと一緒に勝負根性 SS になった。縦に長い展開になりました。それから足毛の馬体ツインクルブライドであります。そして6番手にアグネスパレードであります。その後ろでやりましょうか。9番メジロアムール。さあ外回り4コーナーを回って473メートルの直線であります。連勝なるか、シアマゾン。11番旗の名鉄がまだ粘っている。いい粘りですね。さあ来ているのはリクザンフラッシュだが、ホクトベガはどこだ。ホクトベガじゃない、シアマゾンはようやく来た。シアマゾンか、ムチが飛んでいる。シアマゾンこのまま粘れるか。旗の名鉄間から懸命にメモリー出すか。これは半死レースになりました。わからない。シアマゾン最後の一押しで届いたかどうか。あ、シアマゾンに負けてる。坂でちょっとスタミナがバテちゃいましたね。惜しかったわね。一着一番。これが伸びればもっといい勝負できると思うけどな。レースを終えた馬が戻ってきたわ。
いい仕上がりだわ。もう少し重い方が何かよ。放牧かな。秋華賞ありますけど、ちょっと秋華賞には間に合いそうにない。エリザベス女王杯あたりかな。はい、ということで札幌記念は惨敗、ローズステークスは2着となりましたね。札幌記念ではですね、ツインターボ師匠のペースに翻弄、そしてローズステークスではシアマゾンと大接戦となりました、次回も見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。